はい、こんにちは。12月1日撮影になります。ご紹介するのは11月11日生まれのフレンチブルドッグのブリンドルの男の子ですね。現在の体重495g。兄弟の中でも極端にこの子はちょっと小ぶりですね。ちっちゃめの方探してる方にはおすすめできるかと思います。お父さんキラー君、お母さんがナルちゃんで、約10キロですね。両親ともブリンドルになります。この子もブリンドルですね。これが結構明るめのブリンドルになりますかね。まだね、生後20日なのでよちよちで、しっかり歩く歩かないのちょうど境目ぐらいですけどね。コロコロしててとても可愛らしいかと思います。耳たちなんかも他の子まだ寝てますけどね、この子だけは耳もう半分立ってますね。かなりちっちゃく止まるんじゃないでしょうか。気に入った方はぜひ見学に来てください。よろしくお願いいたします。